あなた運がいいんだって。先生、今年前から失言がありましたね。強烈に印象に残っているのは生娘シャブ漬けでしたが、ここに来て話法務大臣の死刑の判子を押すだけ、わざわざこれ配信のことを考えてね、死っていう文字をひらがなにしていただいてありがとうございます。渡辺さん、なかなかイケてると思います。はい、というふざけた発言も出てきました。岸田総理は更迭する意向を示したらしいです。失言する心理とかあれば教えてください。またそれともう一ついきましょう。先生、いつも楽しく拝見しています。今日自身の失言により話康弘が法務大臣を更迭されました。後任は斉藤健氏、元農林水産ですかね、だそうです。話氏の面相はよくわからないですが、この斉藤氏はおへいす、髪型着ているものの肩着の男性見えません。先生はお二人のどう洗脳されますか、プレゼント辞退しますということですね。ありがとうございます。そうなんです。まあこの失言よりもですね、僕はこの斉藤健、ニュースかなんかでちょっと見まして、あのネットニュースでちょうどね、さっきのユタと一緒でですね、顔面がすごい顔面してたんで取り上げたいなと思ってたんですよ。今日はだから感想枠のが多めになると思いますね。すげえ顔しててね。でもどうせそのニュースを見てですね、あ、まあ誰かからマカロン来てるだろうなと思ったら、ちゃんとタリパンダさんが来てたんで良かったです。よくわかりますよ。まあで失言の話ですけども、まあ最初のね聞かれてるんで一応当たるさん聞かれてますけども、もう失言は多分人間だったらですね絶対あると思います。で、死刑の話とかですね、木結べ、シャブ漬けとかですね。まあこういうのはわざわざ考えてきて、もうそういう発言してるんで、絶対ダメですよね。ただ人間は多分僕もこう配信とかは、こう全部アドリブで喋ってるので、人間やっぱその言い間違いとかですね、そんな風に取られると思ってなかったっていうのがもちろんありますよね。失言は絶対にこういう話す仕事とかですね、喋る仕事だったらあると思いますね。この吉野家の人ですけども、木結べしゃぶ漬けみたいにわざわざ自分で考えてきた場合はですね、まあ、失言というかもうそれは絶対アウトですけども、パッと喋ってしまうことはですね、やっぱ人間だってあると思いますね。なかなか難しいです、今の時代ね。すぐ録音とかもされますし、映像も残りますし、そうですね、取り返しつかないのが多いから難しいですね。イブさんのようにね、本当はあのアタルさんにも謝るしかないんですけども、そう、要するに、ね、考え抜いたネタの場合はね、無理ですけども、謝っても。ただこう、パッと言うこととかね、人間だから、やっぱあると思うんですよね。こう言い間違いとかは。それはしょうがないですけどね。うん、僕も結構ありますね。難しいと思います。あと、その、見る人とかがね、増えれば増えるほど、いろんな取られ方がありますし、あとその、動画の意味とかをやっぱ分かってもらえてないのとかありますよね。たまにコメント見てても。あ、そんな意味で言ってないねんけどなっていうのがあるんで、見る人の捉え方っていうのもありますからね。あ、そんな風に捉えてしまうのがこの言葉をってありますからね。喋る仕事とかはですね、難しいと思いますね。まあ、この死刑の判子を押すだけとかいうのもね、わざわざ言わんでいいような気もするんですよね。この方たちはどうなのかな。一発の失言アウトが最近多いかもしれませんね。田中奈さんとかもですね、一発アウトでしたよ。でもあの日一日で全部失いましたよね。レッドブルのスポンサーとかもですね、もうすごい対応が早くて、数時間でですね、ホームページが消えてたんですかね。最近はこう、一発アウトが多いんで気をつけないとダメですね。それで今までね、今後も続いてたであろう収入とかが一気になくなるわけですから、なかなかこう、厳しいと思いますね。まあ謝るしかないですよね、素直に。もう失言なんでね、言ってしまったことは取り返せないんで、だからもう謝るに謝るしかないんですよね。あとはこの斉藤健、はいですね、この人がですねすげえ顔してたんで質問してくれてよかったです。まあ来るなとは思ったんですよね。すげえね、分かりやすい。まあ、これもこれでさっきの話さんがどんな顔か分かんないんですけども、木の方が面相的に多分やばいと思うんですけどね。だいぶとやばい顔してらっしゃいますので、アルペンの人とかかな、アルペンの会長の前感想枠やったと思うんですけども、ああいう人に近いと思いますね。がっつりこの門とかも入ってますからね、バッチリ普通の普段の表情してんのに参考の横門とかですね、がっつりこう日本の外相門入ってますよね。まあ嫉妬門ね。で、あと、まあ、下がり眉毛の、あと、この目の小ささですね。これはいろいろ問題ありですけどね。暴力とか DV 層。まあ、この人どういう人か知らないんですけども、
この人になってもさらにややこしいことになるんじゃないかなと思いますけどね。前のその話さんがどういう顔してるか知らないんですけども、もう面相から言うとこの人の方が多分圧倒的に悪いと思いますね。これはなかなかの悪さだん、ちょっと驚きましたね。やべえや笑ってますけどね、笑ってますけども、目のですね形小ささと下がり眉とこの門ね見てもですね、これ相当やばいと思いますね。仕事とかは少し、口もちょっと歪んでるんですよね。そうそう、パワハラ、そうそう、ザンギョフさんの言うの一番合ってると思う。一番合ってるし、多分合ってるし、当てはまってると思いますね。こっちの方が、おそらく、ね、前の話っていう大臣はですね、その失言だけでしたけども、これはすげえ悪いなって顔をしてますよね。怖い。上司とかには絶対したくないですね。逆らったら偉いことになるんじゃないかなっていう感じがしますね。多分ね、もうそう、岸田内閣、もう誰がなっても一緒なんですよね。というかまあ、今なってる人、もう形成されてるメンバーが、もう大体こんなもんですよね。だからまあ、どんなんなっても誰がなろうと一緒じゃないですかね。一回本当に議員とかもう全員辞めささないとですね、こういう普通の要するに大臣ですね。で、軽くガーシーさんとか超えてくるのやめてきてほしいですけどね。競争っぷりでね。ちょっと口のいがみとかもひどいからな。やっぱ政治家ってね、どう見ても悪いんだろうなと思いますね。こうですね、いろいろ問題ありだと思いますね。何も起こさなかったらいいですけどもね、ちゃんと裏とか取ったりですね、いろいろ表にバレればですね、埃がいっぱい出てくるんじゃないかと思いますね。はい、とにかく普通にねガーシーさん超えてくるのはやめてほしいと思いますね。はい、ということで、お二人の方、筋肉あたるさん、タリパンダさん、ありがとうございました。動画が面白いと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録お願いします。パワーストーンはただの石、質問いつでもお待ちしております。